道在住の義兄家族が、明日、こっち、北海道の田舎に来ると、さっき電話があった。義両親は、義兄の家のそばにいるので、帰省でもない。2泊3日で、旭山動物園と、小樽、函館に行きたいと言ってたから、一度に回るのは無理だと断ってたけど、こっちが意地悪を言ってると思ったらしく、内緒で手続きをしていたようだ。うち、千歳から、JR で4時間弱あるんですけど、迎えに来てねって、無理に決まってる。うちが運転手をする前提だから、距離感も調べてないらしい。義兄嫁に無理だと言ったら、ママ友が回ったスケジュールを教えてくれた。お姉さん、あなた、そのママ友に絶対嫌われてますって。と言いたかったけど、怖くて言えなかった。義兄嫁は全く納得しなかったので、電話を切り、夫から、義兄に連絡を入れてもらった。義兄は、旭山動物園だけでも付き合ってくれないかと言ってたそうで、千歳まで迎えに行って、その後旭山って、殺す気ですか。だったら、せめて旭川空港に来てくれたらよかったのにとは、絶対言わない。夫も私も、仕事があると言ったら、お兄さん一家が、遠くからわざわざ行くんだから、有給取りなさいよ。と提案された。嘘つく必要もないし、夫も私も断ったから、この話はおしまい。明日どうするかは、義兄たちが決めたらいい話だ。こっちまで来るなら、宿くらいは取ってやってもいいけど。小樽、函館はもちろん、旭山だって無理ゲー。武士の情けで、最近話題になった、日本地図と北海道地図を重ねた画像を送ってあげた。義兄嫁がバカなのは知ってたけど、今回のことで、義兄もバカだと確信した。旦那はまともでも、義兄はバカ。でも、なぜか旦那は、そんな兄と仲がいい。だから、悩みが尽きなくて、このスレ住人よ。今日の仕事終わりました。義兄一家は、旅行をキャンセルしたと、夫に連絡がありました。キャンセル料が戻るプランだと言ってたみたい。ってことは、GoTo が解禁になってから申し込んでたってこと？それなのに、うちに行ってきたのが昨日ってどういうこと？とムカムカしましたが、とりあえず、煩わされなくて済んだと安心してたら、家の留守電に、泣きべその義兄子、小4からのメッセージが入ってた。消去したけど、お騒がせしました。キャンセルした理由は、おそらく、夫や私が道案内しないからと、子供たちに入ったんだと思う。えぐえぐしながら、おじちゃん、おばちゃんのせいだって、ママが言ってました。と言ってて、その横で、義兄嫁らしき声で、ママのことは言わなくていい。と聞こえたし、メッセージ消さなきゃよかったなと、ちょっと後悔してる。